なみちゃんとあずちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。今日は2人と一緒に何をやるかと言いますと、じゃん、これ知ってますか？あ、わかります。何だろう、あの距離を計測する。そう、はい、これはね、あずちゃん、距離を計測する機械なんです。すごい。使ったことない。ないです。えりちゃんはちょっと借りて使ったことあります。自分自身の今持ってない。持ってないです。じゃあ計測器は知ってるけど毎日使うわけでもないよ、うん、じゃあ全く未経験ですね。はい、いいゲストを呼んだいいゲストを言いました。なんと今日はこのガーミン Z80 を使ってラウンドをします。なんとこれは、まあ、今言うと面白くないからあんま言わないんだけどもうとにかく最新機能がめちゃめちゃ詰まった距離計になります。で、私自身も、まあ、ファーストインプレッションを大事にしたいから、そんなにいっぱいはまだ見てないです。ただ使い方はマスターしてたんですけど、超すごいんで、これを使って今日はラウンドして2人がどんな風に普段と違う感じになれるかも撮りたいと思うので、よろしくお願いします。お願いします。ではラウンドを開始します。ガミの GPS 距離計の最初の設定ですね。まず電源を入れます。この真ん中のボタン、電源入れます。で、押すとラウンド開始っていうのが中に出てくるんで、これで OK、 OK はここですね、手前で OK。 そうすると太平洋クラブ成田コース出てきた。太平洋クラブ成田コース OK。 お、コース出てきた。すごいよ、すごい。こっちにコースがある。これ10番ホールですね。今のが初期設定になります。まあ、簡単なんでプチプチプチってやればできるんで、やってみてください。では1番ホールにやってきました。この中を見たいと思います。ガーミンの中のファインダーの中にコースレイアウトがあります。この画面のね、中の左側に下にフロントセンターバックの表示が出てて、すごいね。あ、普通の距離計よりピンまでが近く感じるかも。で、グリーン手前のバンカーまでの距離も分かりますね。もう右手前が292で入って、左横が312で入る。めっちゃ出てる、いろいろ。中見てみて。すごいよね。何見える？なんかテレビみたい。テレビみたい。テレビ見てるみたい。すごい。黄色い旗に赤いマークになってるじゃん、うん、それを旗の先っちょにちょんって当ててみて。黄色になった。黄色になった。じゃあそれでが距離。はい。何やるんですか？ 134.8 です。おー、すごい。これ 134.8、 はい、出ました。じゃあ 134.8 のクラブを持ってきてください。はい、はい、あずちゃん、どうぞ。はい、中を覗いてみてください。わ、どうですか？すごいですね。どうなってますか？グリーンが見えます。池見える？池ですか？見えます。何ヤード？池何ヤードで入る？193。おお、バンカーは？バンカーは144。お、どう、ドライバーでいけそう？いけます。お、じゃあ行こう。はい、バードウォッチングみたいしたことないけど。あ、ちょっと右。大丈夫、池までは行かない。大丈夫です。次左、はい、手前フロントが81でセンター98、奥まで114、はい、だから
まあ、センターまでの100ヤード打っとけば確実だね、はい、100ヤードキャリーで打っとけばもう確実なんで、はい、どうぞ。バンカーがあって、このバンカーを避けるにはどれぐらい必要か。これバンカー114でバンカーになります。超えるのは、超えるのは127。うまーい、超えたよ。やった、でも安全な方、乗った乗った、ナイス取りました。ナイス。あずちゃんがあのピンのフラッグを当てれるか。ありまして197。お、175。どう、こうブレとかある？今まっすぐブレてないです。おお、結構ねこれ合わせるの難しいね、初心者だと。あ、そうなんですか。そう、手ブレ大丈夫？大丈夫です。おお、獲物を得ました。獲物を得ました。はい、バードを得ました。バードウォッチングできた。やったことないですけど、初めて。そう、こうやって距離計は使うの。あの、ピンまで残り175、じゃあ何番で打とうかなみたいな。 あるといいですね。便利だよね、うん、もっと上手くなったら欲しいです。上手くなったらね、はい、上手くなる前にでもあってもいいんだよ。本当ですか。うん、買おうかな。ガミ買おうかな。8番ホールはドップレッグでピン位置が全く見えないんですけど、このグリーンのコースガイドが左側にあることで、このどっちの方向にドライバーを打っていけば次が狙いやすいかなっていうのは分かりやすいですね。はい、ここ結構高低差あるじゃん。ピンがちょっと上に切ってあって、うん、これはもう高低差込みの距離が出るんで、はい、これで測ってみてください。はい、120.8 です。はい、120.8 高低差込みで、はい、じゃあその距離でお願いします。いいよ、ナイス、ナイス、完璧。距離測るのと測らないの全然違うよね。違いますね。なんか恐怖心がどうなんだろうって思いながら打つのと、うんうん、これなら自信持ってこの距離っていうのと全然、今結構自信持って打てた感じ、うん、あ、もうこの距離だからこれぐらいかな、これで打って大丈夫。へえ、なんか分かんない時ってバンカー入っちゃうかなとか思いながら打つと、なんかちょっと手加減しちゃったり、はい、分かる、そう、緩むよね、緩んだりして、え、なんか目で見たら近く感じるとか遠く感じるって結構あるじゃん、うんうん、全然ね、違うから。近い？近い、近い。ナイス、バーディーチャンス。じゃあ打ち上げてもそうだよね、うん、こういう時にガーミンが役立ちます。正しい距離もね、はい、バンカー越えるのに107。うん、よし、いいですね。バンカーまでどれぐらいか、そうなの、一瞬で分かる。これだとすごいバンカーが被るから、ピン位置だと。ナイスー、めっちゃいい。あ、どうだろう、いいと思う、ま、いいと思う。ナイスー。ガーミンのおかげです。やっぱり今日前半ガーミンのこの Z80 使ってみてどうでした？すっごい使いやすかったです。なんかもうちょっと時間かかるかなと思ったんですけど、意外にブレも少なくって定めやすかったです。どう、この高低差の距離感とかは結構正確だった。正確でした。あとはその通りに打てるかどうか。そうだね。それはね、自分次第で練習あるのみだもんね。ただかなりこうサポートはしてくれる。でも初めての距離計はどうでした？はい、すごい便利ですね。うん、なんか欲しいです。欲しいですよ。欲しい。でも上手くなってからじゃなくてもいいよね。これはね、うんうん、全然その100切るために買うのもいいし、うん、いつも大体で見たり、なんか隣にあるじゃないですか。100ヤードとか、100ヤードとか、うん、だけを見てたので。
そう、そのバンカーまでの距離とかが分かるのかな、ピンまでだけじゃなくて、なんかただ距離だけだったらその、まあ、上手くなってからでもいいかなって思うけど、まあ、ハザードとかそういうミスも減らせる距離系にはなってるから、うん、ぜひ試してみてください、はい、皆さんチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今回のコメントは距離系について募集しようかな。はい、次回の動画も楽しみにしてください。バイバーイ。